奈良県と三重県にまたがる大台ヶ原山です。ここは大台ヶ原山とも呼ばれますが、国土地理院の地図には秀ヶ岳という記載があるんだそうですね。標高1695メーターの山で、この山を中心に標高1400メーターから1600メーター級の複数の山と、これらの山に囲まれた東西5キロメーターほどの大地上の地帯は大台ヶ原と呼ばれています。今回ここに来たのは10月中旬でした。もう紅葉も山頂では終わっているということだったんですけども、まだまだ名残のですね、紅葉があって、綺麗でした。いい写真も撮れたと思います。熊野灘がよく見える展望台に来ました。この日はちょっと霞んでいるようなところがあったんですが、それでもよく見えました。